はい、じゃあ行きましょう。三角比の方程式ですね。どういう問題かっていうと、0と小なりイコール θ 小なりイコール180の時、次の等式を満たし θ を求めよう。sinθ イコールルート2分の1とか、cosθ イコールマイナス2分の1みたいな問題があるんですね。でこれ何やっていうと、0と小なりイコール θ 小なりイコール180度っていうことは、やはりこれも単位円で考えるんです。単位円を書いて、0から180度の間、つまりこっからここの間で、サインの値がルート2分の1になるのは角度が何度の時ですかっていうふうに考えるんですね。で、ここもやっぱり単位円を書いて考えると、単位円と、で、あと式の値っていうのはルート2分の1ってサイン何度かなとかっていうのは直角三角形を書いて思い出すんですね。もう何回もやって慣れてますよね。30度とか45度とか、こういうのはしっかり値が分かる三角比やったんですね。あと60度と、この単位円とこの各値の組み合わせで判断していくと。じゃあ具体的にどう判断するか見ていきますね。まず sin θ イコールルート2分の1だと。で、単位円を思い出してください。sin は y 座標、cos は x 座標、タンジェントは x イコール1との交点で判断できたと。で、sin は y 座標から、y 座標がルート2分の1になる。まあまあこの辺ですね。y 座標がルート2分の1になる。だからこことここ、まず2つあるなっていうのがいきなりわかるんです。ね。こういう同型とこういう同型の2つあるなと、っていうふうにわかるんですね。答え2つやなと。じゃあどんな2つかっていうと、サインがルート2分の1になるのってどん時でしたっけっていうと、これは慣れるまではこの直角三角形を思い出したらいいんですね。30度、60度、90度の時はここが2対1対ルート3やと。だからこの時のサインは2分の1なんですね。だからルート2分の1じゃないなと。45、45、90の時は1対1対ルート2やと。じゃあこの時のサインは何ぼかっていうと、ルート2分の1なのか、あ、これかと、ってなるんですね。つまり、このサイン θ がルート2分の1なのは、こっちが、ここが45度の時やなっていうふうにわかるんです。じゃあ、おお、ここが45度。でも、サインは y 座標からこっち側もあるやんと。な、これが45度やったら、こっち側何ぼかっていうと、180-45 度で135度。180-45するんですね。で、135度っていうふうにわかるよと。では、求める答えは、θ が45度と135度の時の両方。っていうふうに判断するんですね。こういうふうに単位円で判断したらいいよっていうところです。次の cosθ イコールマイナス2分の1も見ときますね。cosθ マイナス2分の1かと。これも単位円書くんですね。cos は y 座標やったかな、x 座標やったかなっていうと、cos は x 座標やったんですね。x 座標がマイナス2分の1になるとこの座標。だいたいこんなんかってなるんですね。OK ですか。つまり、cos が x 座標になるっていうことは絶対90から180度の間にあるんです。こっち側にあったコサインプラスやから、マイナスがつかないんですね。だからこのマイナス2分の1っていうのを見た時点で、この辺のどっかにあるなっていうふうに判断すると。で、その次にやることは、じゃあコサインの値が具体的に2分の1なのはどんな時かっていうと、コサインはここ分のここやから、30度の時は2分のルート3、違うな。45度の時はルート2分の1、違うなと。あ、ほな60度の時かと。60度の時は2対1対ルート3円で、コサインがこれ2分の1になるんですね。あ、これ60度の時かと。つまり、こっち側やと60度やねんか、こっち側やと180-60で、これは120度の時ってわかるんですね。だから120度が答えっていう風になっているんですね。こういう風にして、三角比の方程式っていうのを解いていきます。ね。サインシータがルート2分の1なのはどんな時かの単位を書いて考えると。コサインシータでも同様ですね。単位を書いて考える。これがめちゃくちゃ大事になります。これが基本となって、いろいろな応用問題につながっていってね、センター試験とかでも超品質なんですね。ここ絶対マスターしておいてください。この単位円と値で考えるっていう、このやり方ですね。これをマスターしておけば、難しくなっていってもね、何とか対応することができていきます。あとはね、これを自分でもできるようにね、ノーヒントで練習していきましょうね。この問題集使っている人はこの類題の例題の下にすぐね問題がありますね。こういう風にありますよね。だからこういうのを使って、もう身につけていくと。でこの問題集じゃない人もね、これもうめちゃくちゃ大事なところで絶対載ってるんで、このねこういう問題を探して自分でもノーヒントでできるようにしっかり練習しておきましょう。